真の幸せとは何か何が本当で何が間違った情報なのか本当のことを知ったら「目から鱗が落ちますよ本当のこと」シリーズお楽しみください!「本当の先輩を手に入れた人だけが自分の魂を輝かせることができます。そして あなたの魂が本来の輝きを見せていった時に生まれてきた意味が分かって感動に満ちた素晴らしい幸せな毎日を過ごすことができますそして自分だけが幸せになるだけじゃなくて自分の周りの人たちがみんな幸せになってきますそういう幸せな人を増やしたいと思って僕はこの本ンタウのことシリーズを話をしています コンターのことシリーズ第3弾今日は金運の高め方についてお話をしようと思います冒頭にねこんな話をするとマルさんって宗教家って思う人もいるでしょうだって僕は神道型だからねえ古神道の神官ですから神道の神官ということはやっぱり宗教家じゃないですかって勘違いする人はたくさんいます僕はね 神様とコンタクトを取るということ自体が仕事なので神様とコンタクトを毎日取っていますだから神様の声が聞こえるっていうかね声が聞こえるっていうよりもうーん神様が何を伝えようとしているかっていうことを感じることができるということなんだよね。 僕が神様にお願いすることもありますし神様にとと質問すすることもありますそういった意味では非常に神がかったというかスピリチュアル的なことをしてるんだけど僕は宗教をやってる人を否定はしませんが僕はいろんな宗教を体験してきました。 キリスト教に始まって日本の伝統仏教の信者になったこともあります信仰宗教に入ったことはないけど信仰宗教に入っている人たちもたくさん見てきましたそして中には最初の頃は良かったけどいっぱいお金を取られてしまったという人たちもいっぱい見てきています 宗教に入ってお金を宗教団体に貢ぐというかね差し出すっていう金額でいうとねもう100万,200万は当たり前の世界だよね僕2回結婚して2回離婚してるんだけど初めて結婚した人はねご両親が、えー、いわゆるその伝統仏教の信者さんだったんだけど、えー、熱心な信者さんでねすごく心はね清い人たちだったんだけど素晴らしい人たちでした。でもねね貧乏だだったんだよ、ね 宗教にはまると貧乏になっちゃう人って多いんだよ残念ながらだから僕は僕自身はだよ現在は宗教で人を救えるようになるとは思ってません僕は神様とコンタクトを取るし神様とコンタクトを取ることを人に教えるってことを仕事にしてますでも宗教ではありません今日はねテーマは宗教について話をするのではないから宗教のことについてはここまでですがでも本当は お金をどうやったら豊かに自分の中に取り入れていったりお金を活用していくのか運用していくのかっていうことについてこれからお話をするんだけどそこにはねにわかに信じられないかもしれないけどスピリチュアル的な要素を理解しないとうまく回っていかないっていうことがあるんだよね。その話をします これはまた別なところで話をしてますしこれからも話をしようと思ってますが運気ということと金運を高めるということは密接に関係があります。 だから、えー、皆さんがお金に困らない生活をするもしくはお金が豊かに自分を支えてくれるような生活になってほしいそういうふうな生活になりたいと思っている人はぜひね運気をアップするためにはどうしたらいいのかってことも学んだ上でそのことを、えー、実践するテクニックがあります。今日はね金運を上げるガイダンスとしての話をします。 ガイダンスというか目次みたいな話だね。え僕はね、二年前、三年前かな、一年間ものすごく集中して東京でね、金運アップセミナーということをやったことあるんだよね。四十回近くやったのかな。一年間で四十回近くやったの。一回,回の講演がまあ九十分九十分で合計三時間なんだけど、四十回近い講演をして。 1> 1回も同じ講演がなかったんだよ3時間の講演内容が40回同じ内容がないくらいのノウハウを持ってるっていうことなんだよね。でこれがめちゃめちゃ人気の、えー、金運アップセミナーで20回以以上上来てる人が10人以上いたんだよねそのくらい僕は金運アップに関しては具体的な方法を知ってるっていうことなんだよね。なので 今回はその目次としての話をしますがこれはねまた別にこれから有料コンテンツとしてどうやったら金運アップするのかっていう話も取っていくので興味のある人はねそちらを見てもらえればなと思います。まずね金運を上げるために必要なことはまずさっきも言ったように運気そのものを上げることです。金運とということも 運気に関係するので運気が下がるようなことをしてると金運は絶対に上がらないんだ,よ、ね、だから前提条件としてまず運気とは何なのかっていうことを学んだ上でそれが基礎なんだよね。 基礎ができた上で応用編としてお金が豊かに回っていくためにはどうしたらいいのかということが出てくるということ例えば、ね、よくある話は金運を上げるために金色の財布を持った方がいいとか金運を上げるためのお守りがあるとかね実際それは、ね、あるんだよね 僕もそういう手法は使うし僕はそういう金運が上がるお守りを作ったりもしてます僕はね新官だから、えー、お守りを作ってそのお守りに霊力を込めて金運が上がるそれを財布に入れとけば金運が上がるというお守りもこれから作っていこうと思ってますもうすでにね、えー、できてるんだけど人に配るだけのものはないのでこれを皆さんにも欲しい方にはね配布ができるようにこれからもっと、えー、たくさん作って用意しようと思ってます。どういうういいものかっていうと、ねえー僕 書家でもあるからね僕が「えー、雨土やさか」っていう言葉を99.9%、えー、金を薄く伸ばした金箔の上に筆文字で書いたものを本物の金ですそれをラミネートでパウチをしてあってカード型になったものをこれを財布に入れてもらうってことだね。で財布に入れとくとそこに入ってるお金さんが気持ちよくなるのでどん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 お金さんがお金さんを呼ぶというようなことができてきます。ここうういう、ね、金をを上げるためのお守りをこれから作って、えー、興味のある 人に対してはお配りしようというふうに思ってますただ金運が上げるために金箔でできてるだけじゃなくて僕自身が 古神道の宮司だからちゃんと古神湯式のお祈りをしてこれを持つ人に金運が高まって雨土朝霞を広めていくためのその人の豊かさを与えるようにしてくださいという祈りを込めたものがその金運のお守りなんだよね。 全てはねその人そのものの人もだだけがお金持ちにななればいいいいっていう話では終わらないんだよ神様の力を得るっていうことが大事でじゃあどうやったら神様は力を与えてくれるのかっていうとその人が幸せになるだけではなくてその人の幸せはもちろん最低限必要なんだけどその人が自分で幸せを独り占めにするんではなくってその幸せを人にも 分け与えていくことをやっていく人を応援するんだよねだからまずは自分が幸せになることそして自分の家族であるとか自分が大切に思う人に幸せを分け与えていくことこれをやっていくことで全循環という力が生まれていくんだよねこれが初めは小さいけどそういう人がだん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 ん増えていってそういう人たちが属するコミュニティがどんどんいい方向に そしてやっぱり私たちは本来日本人としての在り方を精神性の高いいいい生き方をしてかななくちゃいけないよね物に振り回されるんじゃなくって物を大切にしていったり本質を大切にしていったり自然を敬っていったりそういうような生き方をして本質的に豊かにならなくちゃいけないよねって思う人が増えてきた時に。 その人を応援するためにその人が生活に困らないような必要なお金をちゃんと神様がサポートしてくれるような状態になるということなんだよねこれが金運を高めていくためには絶対必要な条件なんだよ そういうことを、これから僕は細かく、いろいろなことを教えていきます。興味のある人は、金運アップの有料動画を見ていただければと思います。それから、こちらの方のね、本体の先は、この本の中にも、金運アップのことであるとか、お金の正体について書いてあります。出版社と掛け合って、著者の一応、権利として、ある程度、これを取ってあります。なので、これを事務局の方にね、問い合わせをしてくれる。もしくは、僕の公式ホームページ。 スピリッツ・ザ・ウォーターという僕の会社の公式ホームページがありますからスピリッツ・ザ・ウォーターの方からカード決済でね買えるようになっていますそういうようなことで本を読んでいただくとかそれからこちらの方にはこの中のことを1個について大体30分以上話をしているものが有料動画で10本以上見ることができますその中にも金運を高めるる方法であるとか語られています。 それからね、今年はいよいよ大転換が本格的になっていく年で僕もね神様から、ね、いろんな形状をいただきましたとにかく急げと言われてます日本人が世界を変える覚醒させるための鍵になっているのでもうとにかく急いで一人でも多くの日本人を覚醒させなさいということを僕はね神様からメッセージをもらってるんだよねだから できる限り多くの人が覚醒するように最低でも今年1年かけて100人以上の人が覚醒するように僕は頑張っていこうと思ってますそのためにこの YouTube の配信の仕方も変えるし日本全国いろんなところに行って講演会をやってきますこの講演会に関しても北は北海道、函館、十勝 でやることをもう決定しています。それから仙台、東京では3回ほど公演をやろうと思っています。そして長尾公園、神戸公園、金沢公園、三重公園。 福岡公園というふうふにやっていいきますいろんな地方で僕が講演会をやってきますのでなかなかね東京に出てくるのは大変だとかいう人はぜひねそういった地方公演をチェックをしていただいて早めに申し込んでいただけるとありがたいなと思います。昨年なんかはね久々に関西に出て大阪公演やったんですがこれねすぐチケット売り切れちゃったんだよね。 50人くらい定員のところだったんだけどもう開催のでかなり前にチケットは売り切れちゃったんだよね。場所はね調整しなくちゃいけないから場所は未定なところがありますが日程と参加費はもう決定してます。なのでそれは順次発表してきますので興味のある人はね直接講演会に来ていただければと思います。講いい講演演会会ははは僕のの単独講演会の場合は基本的には約3時間 話をします90分話をして20分か30分くらい休憩を入れてまた90分話をするってことをやりますかなり長いです僕の講演会そしてそこには質疑応答に答えたりとか一人一人と場合によっては記念撮影をしたりとかね例えばサインをしてくださいという人が来たらサインをしてあげたりとかそういうこともやりますリアルに僕に会いに来てくれた方が間違いなく運気が上がるのでそういったチャンスはね逃さないようにしていて いただければなと思います。今日この動画を初めて見た人、良かったと思う人は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をまだしてない人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もね最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。ありがとう。問い合わせ、連絡先はこちらまで。i n f o i i y a z アットマーク、ジーメールドットコム、ぜひ、連絡待ってまーす